まあ、週刊誌はですね、まさかですわ、ほんま。有力視されてた新払いとかね、一週前に回避と。まあ、僕の予想って、基本的に、まあ、皆さん分かっていると思いますけれども、この動画見られている方は、人気馬を真っ先に切ってなんぼっていうところがまあまああるわけでして、まあ、今回ね、この秋華賞に関しては、まあ、多分一番人気新払いだろうな。だったらまあそれ切って、まあ、ジュエラーかビッシュ本命打っときゃ、まあ、予想できたなと、まあまあね、軽く思っていたわけですわ。それがね、どうしたもんかとなったわけですよ。まあ、しゃあない。そうなったら、まあ、次、ビッシュ切っとくか。で、まあまあ、なるわけですわね。まあ、他にね、魅力的な馬といったら、まあ、ジュエラーぐらいかな、なんて思っていたら、いやいや、突然ね、横から、カーンってこう、頭叩くようにね、出てきたのがね、僕の本命ですわ、今回。三重のサクシード。ね、詳しくは、このね、今週号の週刊ギャロップ、まあ、読んでいただければ、本命にした理由がわかるかなと思います。僕も人間だったってことですよね。人情にはちょっと弱いんです。まあね、このね、ギャロップの中にちょっと書ききれなかったことが、まあ、多々あるんですけれども、ちょっと何年か前に、岩田ジョッキーがディーププリランテでダービーをね、勝った時に、競馬の開催してる土日も含めて全休日を除いてね、毎日火水木金土日馬にね朝乗ってコンタクトを取っていたっていうねエピソードがあったんですけども、実はこの三重のサクシード鞍上川島ジョッキーやってます。毎日乗ってます。競馬開催の土日も朝乗ってから競馬場に行ってるんです。でね、聞いたら、いや、今日もね、しっかりといい話ができました。なんてね、こういう言葉が返ってくるんでね、あ、こりゃ、いけるなと。で、まあ、ここだけの話ですけれども、実はね、某有力ジョッキーが、僕、秋華賞乗る馬いませんよ。空いてますせ、乗れますせ、っていうね、こう、営業というか、アピールというか、そういうのをね、陣営に結構ねしてたわけですよ。にもかかわらずね、オーナーサイド、そして調教師ガンとしても、いや俺はね川島の馬やから、川島の馬、もうこんなん聞いたらね買わないわけにはいかないっていうことで本命でした。でね、対抗にレッドアバンセ、前回ね、ロスステークス、絶好の手応えで4コーナー回ってきてね、あれこれ突き抜けるんちゃうかと思ってたらね、全く伸びずそのままでしたけどね。まあまあ次ね、使って2度目なんで、あの手応えで回ってきたら今度こそ突き抜けるんちゃうかと。鞍上の滝豊騎士ですからね。G1 が似合う男、ジョッキーで一番花がある男ですから、何かしらやってくれるんじゃないかなと期待してます。で、まあまあ、黒三角にね、敬意を表して、桜花賞馬ジュエラー。桜花賞は、これでね、当てさせていただきましたんで、今回もちょっと頑張っていただきたいなと。そして、白三角に、カイザーバル、黒コスミ。で、抽選が上がってきたね、金賞雪姫。ね、このあたりを付け加えて、勝負したいと思います。ということで、ね、冒頭にも言いましたけども、まあ、ビッシュ切ります。で、シオンセグスその2着だったビブロスあたりもね切って、はい、これで勝負したいと思います。いやね、ギャンブルにね人情持ち込んだら当たらないって言われますけど、そんなことないというところをちょっと見せてあげたい。